ウェザーニュースキャスターの武藤彩芽です。2月17日水曜日の全国の天気をお伝えします。発達した低気圧は北海道付近に停滞し、日本付近は冬型の気圧配置となります。また上空には強い寒気も流れ込むため、西日本の日本海側でも雪の降る可能性があります。北陸から北日本にかけては大雪に警戒が必要です。風も強まるため、吹雪による視界不良にも警戒してお過ごしください。一方、関東では日差しが届き穏やかな天気です。東海や西日本は日差しが届くこともありますが、雨や雪の降る変わりやすい空模様です。空の変化にお気をつけください。那覇は午前中ほど雨が降りますが、午後はやみ間が長くなる予想です。気温を見ていきますと、全国的に上がりにくく、西日本は真冬の寒さです。また北日本も気温が上がりにくく、真冬日予想となっています。万全な防寒を行ってお過ごしください。では天気の流れを見ていきましょう。北日本は一日を通して雪の降りやすい天気、山沿いを中心に積雪の急増に警戒してください。また西日本も雪や雨の降ることがあります。日中は平野部で積雪する可能性は低いと見ていますが、広島や福岡、こちらでは夜に市街地でも積雪する可能性がありますので注意が必要です。関東は一日を通して穏やかな天気となりますので、洗濯物の外干しもよく乾かすことができそうです。では風の予想も見ていきましょう。沿岸部を中心に全国的に風の強い状況が継続していきます。ところによっては平均で15メートル以上の風が吹き荒れる恐れもあります。また晴れる関東地方でも風が強いので、沿岸部を中心に交通機関への影響も懸念されます。また北日本では暴風による吹雪やホワイトアウト、また交通機関への影響や停電も心配です。不要不急な外出は控え、屋内など安全な場所でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。